ナピアグラスペネセタムペルプレアムシュマックはイネ科の植物の一つ。背が高くなる草本でエノコログサを引き伸ばしたような直立する黄色い穂がよく目立つ。牧草に用いられ世界の熱帯、亜熱帯域に広がっている。日本では沖縄でよく見られる。高く立ち上がる多年生の草本。家系は基部から直立するか。 倒れ伏した茎から立ち上がって上に伸び高さ1から1.8メートルに達する。ただしこれは日本国内の話で国外の文献では高さ3メートル以上に達するとあるとのこと。さらには4.5メートルに達するとの記事もある。洋診は長さ12から45センチメートル、幅は4から15ミリメートルで初めは表側の面に荒い毛があるが、 後に脱落して無毛になる。ちなみにこれも国外の記録では、養診の長さが60から90センチメートル、幅が2から3センチメートルにまで達すると記されているという。幼少はやや扁平になっており、表面に光沢がある。端人は長くて柔らかな毛の列となっている。夏季は10から11月。果女は茎の先端に出る家系の先に単独に生じる。 カジョの方は、円水カジョで、細長い円柱状をしており、長さ8から16センチメートルに達し、淡い気褐色。ただし、国外の記録では、高褐色ないし思考色を帯びるとされている。日本では、高褐色のもののみが見られるようである。カジョには、多数のコボが隙間ないほどに密集してついている。この形は主軸にコボが並んでいる。水上カジョのように見えるが、 実際は、横柄が出る、円錐箇所であり、横絵の軸が強く短縮しているためにこう見えるもので、ある。この主軸には、毛が密生している。また各商法の基部から出る、脂状の毛が、こぼより長く突き出し、その外見は、ブラシ状になる。この毛は、こぼの突く、枝のこぼの直下から出るもので双方に当たり、双方毛という。この毛の長さは6から8ミリメートルにもなる。 この種の双方毛は20から30本あって、輪生しており、そのうちで、太い2から3本では、毛の上に長い軟毛が多数生えていて、うじになっている。これらの合毛は、コボと共に脱落する。コボは非新型で、長さ4.5から5.5ミリメートル、に小鼻を含むが、第一小鼻は不燃である。第一方へは、長さが、コボの1、4程度、角質で無脈。 第2方永は、古ボの2、3から4、5程度で5脈ほどがある。第1小花の森永は、古ボと同調で5脈があり、第2小花の森永もこれとほぼ同じながら、やや角質で光沢があり、その両側の縁は、巻き込んで、内永と共におしべ、めしべを抱え込む。約は、長さ2ミリメートルでその長短に、微小な毛の束がある。和名は、英名の金書による。 マキノはナピーアグラスを取っているが、他ではあまり見ない。英名としては他にエレファントグラスもよく用いられる。官名はゾウ層で、ゾウの牧草に好まれるというが、ゾウ用に牧草があるものかどうか不明である。原産地は熱帯アフリカで、タイプ産地はガーナである。ただし世界中の熱帯、亜熱帯地域に持ち出され、あちこちで野生化している。日本では、 牧草として持ち込まれ、長田では九州以南に持ち込まれ、野生化していると記されており、清水編では琉球に普通で、薬島、種子島に、帰化の記録があるとされている。日本本土では、越冬が困難であるよし。本種に適する環境は、年間雨量が1000ミリメートル程度の沿岸性気候の地域であるが、霧のかからない沿岸周辺の地域にまで、 十分に生育が可能である。本種の属する力芝属には、世界の熱帯から熱帯に約100種が含まれるが、日本には4種ほどが知られる。このうちで在来種は普通種である力芝 P、アリピキュロイズ及びこれによく似た九州ナンと小笠原の海岸にある島力芝 P ソルディダムで、いずれも背丈は、せいぜい80センチメートルで、またその茎は、 木部から分子しない。木下種である枝内力芝ピーオリエンターレは1 2 0トルほどになり、またその茎は木部でよく分子し、ほは円柱型で長さ15から2 5トルにもなり、こボ木部の毛には羽状のものが含まれる。本種との違いは、こボが短い柄の上に2から4個ずつつく点である。この種は東京と神奈川県に木化している。 団地製の大型イネカで、気化色,色から、紫紅色よけに覆われた、円筒形の穂があり、恥だが、難毛列、第一方映画、コボ蝶の1、4、双方毛に、右上毛が少数含まれる、といった点と確認すれば、本種と確定できる。なお一見では、エノコログサの仲間のようにも見えるが、コボを見れば、エノコログサのように丸っこくはなく、 力芝と同様に尖った形をしているのがすぐに見て取れる。牧草として古くから利用され、そのために世界各地に持ち込まれた。刈り取り物の葉の含有率が高く、窒素濃度が高い上に繊維の含有率が低く、家畜用の餌として効果が高い栽培品種がいくつも作出され、用いられている。沖縄でも古くより牧草としてよく利用された。 玉大勢では、沖縄本島地域において、最も収量の多い牧草であり、1975年頃には、牧草といえば即本種を指す、というほどであったという。ただし陶器には、成長が悪く、収量が大きく減少する問題があり、沖縄では、この時期が、砂糖キびの収穫期に当たるため、それを、嵐漁に当てるなどの対応をされたという。その後、サイレジによる、 長期貯蔵が行われるようになっている。近年の石油など化石燃料への依存からの脱却という流れの中でバイオマスをエネルギー源とする方法、例えばサトウキビからバイオエタノールを生産するといった方法が探られている。本種は大気中の二酸化炭素を固定する能力が高く、 窒素分の乏しい土壌でもよく成長し、また刈り取った後の再成長は、多くの稲替より高いため、利用価値が高い。以下、主として、長田 P644、アロエーラへ通る、P314 クワハラ、P371 牧の原著、P439 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 牧の原著、 P439 長田、P644 清水編、P287 極大勢、アロエ,ラエトーラへ通る。P314 大橋ほか編、P93 上村田編長、P349 長田、P644 清水編、P287 ハット、レンクシリークルへ通る。極大勢、P18 以下、レンクシリークルへ通る。ありがとうございます。